バイオレット・マーセローは、アメリカ合衆国の女優である。日本ではバイオレット・マーセローとも紹介された。ザナローパス1892年10月2日、ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。2歳下の妹に、後の女優クレア・マーセローがいる。1908年、アメリカンミュートスコープバイオグラフ・カンパニーに入社、ハリー・ソルター主演。 D.W. グリフィス監督、脚本の短編映画 The Feud and the Turkey に出演したのが最も古い映画への出演記録である。1911年にはカリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドに移転したネスタースタジオに移籍。翌1912年5月には同社がユニバーサルフィルムマニュファクチュアリングカンパニーを形成する一社となり、マースローもユニバーサル入りする。 その後は、ウィリアム・ガウッドの共演者、あるいは主演者として、多くの短編映画に出演する。1916年、ユニバーサル参加にブルーバード映画が設立されると、ネスター・スタジオや、バイソン・スタジオでの短編の合間に、レックス・イングラム監督のザ・グレート・プロブレム、アシカセ、エドウィン・スティーブンス監督の、女優のミサオ、キシュクセイ、スーザン、エス・ジェントルマン、 ハリー・ミラード監督の夜明け前、イングラム監督のザリトルテラー。シオド・アマーストン監督のミヤマの乙女ロヘン・の乙女ウィルフレッド・ルーカス及びベスメレディス共同監督による馬上の花、オウエイシーランド監督のアイタズ・サ自然の乙女と1919 19年初頭のブルーバード映画の末期に至るまで主演を飾り、その多くが日本でも公開された。 同年、ウィリアム・ガーウッドの監督、主演による、短編映画 A プロ騎士ハズバンドを最後に、ユニバーサルを去る。満34歳を迎える1926年、ジェームズ・エフィッツ・ジェラルドが監督した、ザ・ワイブス・オブ・ザ・プロフェットを最後に、映画界を去り、トーキー時代の出演作はない。引退から約50年後の1975年11月12日。 マサチューセッツ州プリマスで死去した。満八十三歳遺没。すべて出演作である。1908年から1915年の時期の74作に及ぶ出演作については主なものに留めた。ありがとうございます。